今日は引き流名物のコロリンシューマイというところへ来ました。シューマイは20分以内には食べますか？そうですね、もうすぐ食べます。はい、いろんな人が訪れてるみたいです。はい、これ、はい、キヨちゃんがコロリンシューマイで買ってきた。これは何？コロッケじゃないかな。コロッケ？あ、コロッケ。男爵コロッケ。肉入り男爵コロッケと？これがカレーコロリンと。カレーコロリンシューマイとコロリンシューマイ。こう、二段ずつになるのかな。ね。ちょっと4人で食べるから、半分。で、これがハムカツ。あ、ハムチーズカツ。ああ。もうそれ立たないって。無理無理。ハムチーズカツ。あとハムもつけてくれたんだ、あとお赤飯、あとお赤飯ね。豆がいっぱいって書いてある。あ、豆がいっぱい、美味しそうだね、お赤飯、こんなの買ってきた、さあ食べようか。お昼は今2時13分になっちゃったけど、今からお昼、コロリンシューマイのコロッケ、俵型で可愛い形、あんま見ない形だね。肉じゃがコロッケって言ったこれは。ちょっといまいち味が、ソースがあったのが良かった。ね、ソースつけてくれて嬉しかったね。すいません。けど味はしっかりついてる。本当。まだ待ってる。はい、いただきます。コロリンシューマイの肉じゃが入り、あ、違う、肉入りじゃがコロッケ。あ、おいしい。けど肉の新鮮に比べるとちょっとな、味は薄いから、ちょっとソースがいるかなみたいな感じ、でもたわらわらでおいしいね。なんかちょっとコーンみたいなのするけど、気のせいかな。気のせいかな。マッチャン食べるとあっという間。目がいっぱい。赤飯美味しそうだね。赤飯がいいね。後ろでお母さんとおばあちゃんも食べてる。これから温泉に連れて行こうと思って、その時にね、一緒に食べてるから。こんな感じ。本当に豆がいっぱい入ってるね。鼻毛が入ってる。でごま塩もついてた。あ、飛んだ。ごま塩飛んだ。よいしょ。じゃあいただきます。ばあちゃんどっちが先がいい？こっち食べる？半分つね。で半分取っちゃおうか、こっち。おいしいな。半分取っちゃべ。おいしいけど、ごま塩の部分しょっぱい。ちょっと、程度かけ。しっとりしてておいしいやん。パスパスじゃなくて、ほんとまあ、水っぽい感じで。水っぽい？水っぽいっていうか、よく食べてるけど、あんまりパスパスじゃない。美味しい。適度な硬さがあって。あの団子屋さんの時々パスパスのがあるもんな。そうなんだよ。だからそれに比べたらすごいうまい。まあ平和さんで美味しい時もあるけど。美味しい。マット食べな。そんなもんや。はい、なしのちゃん。
気をつけて。うん、豆がたくさん入ってる。おい、ばあちゃん、これ食べな。うん、ありがとう。うん、なんかしっとりしてない。はい、どうぞ。はい。これ、もち米 100% じゃないかも、しかしたら。あ、そうなのかね。うん、普通半々ぐらいじゃん、もち米と。うん。なんか火曜日と水曜日限定って書いてあった、お赤飯があるのは、うん、たまたま今日はラッキーだったね、水曜日だからね。ね、なんかパスパスじゃないよね、あのお赤飯他のお店とかで買ったりするとパスパスのとかあったりするじゃん、もち米だけみたい、もち米だけよね、美味しいね、うまい、だからほら粘りがある、うまい。みーちゃんが泣いてる。みーちゃんが泣いてる。ばあちゃんがみーちゃん抱っこしてるから。うまいうまい。ね、おいしいよね。なんか山菜横浜は木曜日金曜日限定って、うちら仕事だから買いに来れないな。うん、いいよ。これが、うん、いいよ、話して。チーズ入りハムカツってやつですな。うん。結構でかいよ。ね、大きいよね。半辺ぐらいあるよね。半辺あげたぐらい。ハムが分厚い。なんか、一枚を半分に折ってあるから。ああ、うん。な、分厚くなってる。ああ、そうなんだね。うん、これも欲しいかな。ちょっとソースがいる味やね。衣自体にはそんなに味はないから。ソースがあるといいね。ソースがあった方がいいな。うん、でも揚げたてが美味しいからね、うん、もしかしてお店にソースがあったらソースかけさせてもらったらよかったね、うん、おじゃなかった、うん、あの店内食のところは置いてあったような気がする。ああ、じゃあもしかしてソースかけてもらえますかって言ったらかけてくれたかもね、うんうん、あと衣にね、なんか生姜の香りがする、うん、ああ、そうなんだ、うん、生姜が入ってるような気がする。へえ、なんか逆にさっぱりして美味しいかもね、うん、真ん中にチーズがいっぱい入ってる。いや、ほんとだ、美味しそう。うん。うん。いい感じだね。うん。ごちそうさまでした。うん、うまかった。ここどすな。ね、ほら、ここどすな食べな。ほんとだ、トロントロン。あ、熱々だとやけどしそうやな。うん。うん、ちょうどいい。食べ頃。よかった。先に注文しておいたからね。猫舌だから犬年だけど、うん、穴が開いてるね、蒸れないようにかね、うん、そうかもしんない、うん、あ、分厚いな、分厚いやろ、うん、やば、うまいじゃん、うん、ご飯の感じがあるかも、うんうん、うん、うわー、でもさ、味ついてるじゃん、うん、中に、うん、ほんのり味がついてるから、もうちょっと足りない感じ。でもさ、チーズが入ってるから、うん、さっぱりな、うん、すごい感じ。あ、でも、本当だ、起きてある、うん、よく考えた、よく考えた、うん、あ、起きて、で、チーズ挟んだんだ、そう、で、厚みを出してるんな、うんうん、だけど味があっさりやから、あの肉の新鮮よりは罪深くはないような気がする。肉の新鮮のは本当ね、もうこってり味がついてるから、もう、うん、ちょっと罪が深いような。チーズは手の元で出てくる、うん、これは熱々で食わなきゃダメや、チーズがトロトロのうちにな、うまい、やば、うまい、あかんわ。よかったね、まだ行くんだよ、まだ行くんだよ、まだ行くんだよ、ほれ、ハムカツ、あれ何こんなに、うん、そう、まだシューマイもあるんだからね、悪いの。いや、コロリンシュー、これがオーソドックスのコロリンシューマイ、小学校の頃からよく食べてて、まね、授業中に来るとね、急いでね、買ってこいって授業中、おかしいやろ。小学生やろ、コロリンシューマイがね、小学生で授業中に抜け出してコロリンシューマイ食べるん。コロリンシューマイだって来るんね、うん、ばあ
なんかキュウタン、えらいことになった。こっちずいぶんあれがかかってるみたい、ソースが。あと、海苔をかけるみたいな。ソースもかかってねえ方やるべん、まあ、あれに、ばあさんに。お、危ねえや。ちょっと待ってて。大丈夫？いやー、だんまいねー。高かったんで。ちょっとコロリンシューマイってほんと不思議な食べ物やな、これは、うん、でもこれコロリンシューマイ自体はさ、うん、オーソドックスは150円って書いてあったの、うん、あ、ほんか、いくらだった？うん、じゃあちょっと食べな、うん、ちょっと前待って、今青子かけて不器用あるある開かない青のりが開きません青のりが出ねや出ねダメこれ、取れねいや、おのりな。持っててダメ、手がバカだ。これは危険。いや、諦めとこうか。うん、これでね。何見てたの？これだって半分取ったかなんかに。やだ、こんな弾力あったっけ？やっぱり、まあ、弾力があるんで、まあ出来たてやからな、20分以内に食えって書いてあった。やっぱりこんな竹串がついてて、うん、これ20分以内って言ってた。そう、あ、忙しい、出ないと硬くなっちゃうんだって。いただきます、うんうん、あ、熱いよ、うん、もう一つや、うん、こっちも分かる、こっちもらってよ、食べてる、うん、2個やったよ、どうしよう、久しぶり、何千年ぶりに食べたの、この20枚。海苔がね、赤せんべい、うん、熱いだろ、うん、ほわほわ熱い、うん、どこ入れだからね、変わったとあれだ、食べ物だよな、うん、とシューマイ中割には中に具が入ってなくて、うん、ただちゃんと豚肉と玉ねぎは使用してありますって書いてあるね、うん、この中に、うんうん、シューマイであってシューマイでないみたいな不思議な食べ物、うんうん、5個入れだから、うん、2.5 個入れだけだめからね、うん、他が邪魔しないが、うん、これまだ竹串あったこっちや、まあ、うん、カレーだ、こっちがカレーですね、うん、もうカレー行きます、なんだ、串あったの結構、カレーも、まあ、あった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 、やばいよ、こっち、これやばいわ、キュちゃんちょっとダメだ、何が 口の周り鼻が出てる、やばい、熱かった、うん、ここに食べ食べる、もうちょっと食べない、これカレーの味、カレーの味がする、ほら食べな、カレーうまそうやね、俺がみんな食っちゃったみたいな、嫌だな、ダメや、いいよ、うん、不器用だから、うまいよ、海苔やろうか、いい、もう食べちゃうか、何、はい、こっちがカレーのコロ、カレーコロリンシューマイ、これは初めて食べます、あ、うまいよね、この、うん、なんか、ちょっとタレがねろっとしてる、ね、いただきます、赤い、うまい、そうだ、うん、うまい、ちょっとこのピザ目、いやいや、無理だよ、ちょっと今手が、うん、まあ、カレーの方がうまいかもしれない、カレーの方がうまいね、うん、なんかものすごいカレーの味がついてて、弾力がね、すごい、うんうんうん、昔あれが一番うまかったね、うん、カレーが出てくる前は、はい、カレーの味がするよね、鼻が見えといたんだけど、ああ、何か
少しもらっとけ、ほら。キヨちゃんってキヨプー的にはね、カレーの方がなんかうまかった。後味がさっぱりするん。私もカレーがうまかった。うん、ね、うん、なんかカレーおすすめ。うん、カレーがうまかった。オムレツも美味しいけど、ね。美味しいけど。ごちそうさまでした。うんうん、これはねものすごい後味がさっぱりして、はい、よく考えたよね。よく考えた。これタレも研究したんじゃない、だいぶ。そうだよ、ね、いろいろこんな感じ、これに合うカレー積んで、あーゲップが出た、もう食べ過ぎ、ごちそうさまでした。ちょっと今撮ってる時にどうしてゲップする。はい、半分つ。まったくもう下品なんだから。もう止められないよな。出ちゃうんだよ。出ちゃうんだもん。美味しかったね。美味しかった。捨ててって大丈夫。